助ちゃんがあんだけゲドってたからな、割れちゃったな。そうっすね、助ちゃんがそう、昨日真面目なんだよね。あと話したことないです。それだけはそうです、うん、それはまずい。そうです、うん、おー、いったー、来た来たけど、なんかもう、いやいや、お本命じゃない、本命じゃないですか。稲田、稲田どうだろう。おー、結構引っ張ってる。サバ？サバ？サバ？30メーターぐらいでまたブブブって引いたら終わらない。ねえ、お夏海がかっこいい。夏がプロ。やっぱね、そうなの、かっこいいんですよ。ビールのやり方とかさ。お、お、お、お。どうです？どうです？この辺でガガガって引いてくれたら引かない引かないどうだどうだ頑張れ甘がいだってお、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 あらら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 らありがとうございます。来たーありがとうございます。すごいおおおおおおさすがプロ今日そっくりさんじゃなかったありがとうございます。うわすげえすごいすごいさすがプロプロってプロってありがとうございます。すごいあばないあばないすごい良かったこれで汚名返上できましたね。見晴らしだもんいいなぁいいなぁすごいポノちゃんと言われますけどすごいかわいい置き竿で置き竿でしたけど姿でしっかりこう上あぐりがっちりちゃんと上あぐりよかったあ、これが正しいすごいアマダイいるんだ船長に怒られますでも存在確認できたんでやる気出ました。出ました、はい、30ちょっとぐらいレギュラーサイズレギュラーこのそうです。目指すは40センチ。よし目指すは15センチ。こんな可愛いやつ。可愛いやつ。どうしますか。釣れないっす。周り当たってるかもしれないですけど。俺たちにとっては俺たちにとってはちょっと渋い日なんです。お、なんか今当たったな。ダメだ。あった。多分います。じゃあ上げちゃっていいですか。これも B で
乗ってる？じゃ乗ってる？まだいます。おー、いるいるいる。普通に佐々木さんの動画撮ろうって思ったのに。だ。あーい。あと30。この辺で。引いて。30で引いた。あ、引いた引いた。おー、引いてる。引いてる。30で引いてる。やべえよ。おー、いいぞ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 、いいいい健康ですね。あー、来た、また引いた。ガンダムつけるのが正解かな。そうですね。さすが宮沢さん、アマダイであって。でもそんな暴れるはしないから、サバとかじゃなさそう。あれ、鈴木さんは何でした？何か言ってますよ。え？何か言ってますよ。何？俺ら余裕ないんだよ。あ、なんだろう。あ、でも。あれ、なんだ？なんか泳いでんだ。あれ、やだやだやだ。いや、本命だ。わー、来たわー。バレた、バレた。やめてください。ちっちゃいけど。危ない。あれ、佐々木さんの狙いの15センチぐらいの。そうそう、俺ね、狙ってんそれ。来ました、釣れました。全部持ってかれる。あれあれ、たかしくんまだですか？俺の名前を出すんじゃない。釣れました。まあ小ぶりですけどね、釣れたのは釣れましたから。やったー。いやいやいや、ちっちゃいんですよ。いやいやいや、お前もちょっとちっちゃいな。そうそうそう。まあ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 、早く釣ってくださいよ。ごちゃごちゃ言わずに二人とも。やば。沖沢でいいんだよ、だから。沖沢だもん。佐々木さんの見に来てて。そうそうだよ。ちっちゃいんですけど、アマダイはアマダイです。そう、本命。釣れないよりマシ。おぉ、すげえ。でかい、30センチぐらい。おぉ。ナイス。俺ら本当、な、寂しいな。でも2回とも沖縄だもんね。宮沢さんは沖縄、ファイムは沖縄だもんね。で、だからあんまりガチャガチャやっちゃダメかもね。いやー、これ高橋くん釣られたのやべえ。何やるか分かんねえ。それだけは避けたい。早く釣りたい。なんか余裕あるよな。余裕あるな、そっちはな。あ、どうかしました？ないんですか？来た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 。アマダイ頑張れ。アマダイ頑張れ。逃げろ。アマダイ頑張れ。生命感感じてる。引いてる。アマダイ。アマダイだ。すげえちっちゃいけど。ほら。おめっとで。ほら。ずっとやったぜ。ずっとやったぜ。かわいいね。坊主抜けた。超余裕ある。超余裕ある。え、そうっすか。そんなちっちゃくないっす。めっちゃでかいですね。ちっちゃくない。ちょっと可愛いけど、ちょっとあれだな、これ蘇生してリリースだな。やべえ、まさかの展開だよ今日。これまさかですね。まさかの展開だよ。
合わないって簡単ですね、やっぱね。え？ちゃんと持って誘わなきゃダメっすよ。ちゃんと持って誘わないと。ちっちゃい。へい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 。さお頭。今さお頭だぜ。こうやって釣るんすよ、アマダイは。ちょっとちっちゃいけど、これから次はでかいの狙っていきます。ちょっとちっちゃいのはこれで終了。サイズがねえ、いやもうサイズとかの問題じゃない、もういや、もうやばい。珍しい、焦ってる。ヒット、あ、ヒットです。ナイスです。ちっちゃい。なんですかね。ちっちゃい。けど、あの偽物ヒラメ、なんて感想だっけ。お、本当だ。でけぞ。あ、本当だ。あ。よかった。でかいな。すんごいでかいこれ。50センチあるんじゃない。佐々木さんが大きいですからね。そうそう。ね、狙い通り狙い通り。15センチやろ。だって口も持てねえもんかって。おめでとうございます。やっとスタートラインに立ちました。あとスタートラインに立ちました。ちょっと待ってください。すごいプレッシャーだか。よし、かわいいね。よし、ここからだ。はい、よし。お、もう乗ってきちゃった。プロさすが。来ました。かな、この辺でククッと引いてくれると。あら、引かない引かない。まだじゃないの。ひらひらしてる。あ、でもでも、あ、違う。あ、おめえ、おめえだけど、さらにノーカウント。やっぱちっちゃいっすね。やっぱり宮沢さんで1本目でかいな、思ったらね。うん、1本目つったやつ。どうしたの、たかしくん。そうかしら。3本目です。はい、来ました。はい、はい、合わないです。特大サイズの。よかった、食べましたね。このくらいです。あんなちっちゃい狙ってないんですけど、まあ、食っちゃうとしょうがないですよね。活性上がってると思います。活性は丸飲みでしたもん。コナンとね、殺しちゃったらかわいそうなんですよね。釣りたくないですよ。喋りますよ。こないだと全然違う、本当に。よー、喋るわ。今日おかしい、なんか海がおかしい今日。何がおかしい今
じゃないか。ちょっと、こっち。危ないです。そんなに引いてないっすよ。派手にやってる割に。かも。大丈夫です。アムイの状態だけだった。ここ白だ。やっぱ白泡だ。白泡だ。白泡だ。おー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 。ちっちゃいけど。ちっちゃいけど白ちゃんだよ。出た。おー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 。え？白ちゃんだよ。すごい。俺はこれを釣りたかったんだよ。持ってるなぁ、タコすげぇ。こうやってやれば超でかくするでしょ。ほら、後ろ、エソエソ。プロってのはやっぱ結果を出してプロなんだね。やった、これの後ちょっとバイクのやついたかったんですけど、こうやって持つやつを。久しぶり、シロちゃん。あれ、これ、シロかな？シロちゃん。白、ほら。ケツは白じゃないですけど、顔は白ですよね。なんかねえ、なんか、アイノコ。おかしい、おかしい。今日なんかおかしいぞ。今日なんかおかしい、すっげえおかしい。なんだ、なんだ。あ、そういう日なんですよ。あ、もう月果たしちゃったからね。もう余裕がある。今年、うん、今年はもうこれでいいかなっていう感じ。立ってんのあれじゃないですか。ない、ない。50オーバーです。そのあと、ゴールドシを高く持たないとね。だから、いかんせん寒い。風冷た。あなんか久しぶりに魚の攻め感がある。本命だね。いいサイズじゃない、いいサイズじゃない。しっかり大きい、ね、やったー、いいサイズじゃない。そうです。ありがとうございます。宮沢さんの方がでかいけどな。いやまあ誰かよりはでかいからいいか。いやあ、これはいいや、よかったよかった。あ、ちっちゃいのしか釣ってないじゃないの。後ろはもう45センチくらいだったんだ。どうでしたか今日は。でも数釣れましたよね。数釣れましたね。数はね。釣れましたね。のんびりできてよかったと思います。のんびりできてよかった。どうですか今日初参戦の参加、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。いや、めちゃくちゃ楽しかった。よかったよかった。今日は釣れた？はい。一応、あの白浜釣った、一応今回のこの船のナンバーワンです。あれ白浜ですか？白、白です。白はあれ白ですか？そうですね、一応白と呼びますね。疑惑の白だよ。船長が言うから白です。黒じゃないですよ。やっぱさすがですね、宮川さん。いやさすがです。よかった、本当さすがです。ありがとうございます。本当のプロだと思います。いや耳がいけるでしょ。調子はいいね。高橋さんも振らせるプロです。でももっと上がいますから。今日は今も来ましたよ。いいですか、ゲストを扱いなんて。いいですか。レギュラーじゃないです。
いやでも準レギュラーですよ。準レギュラー。同じ地位ですか。同じ地位ですか。いや上でしょ。マジですか。世間的には上でしょ。世間的にはそうですし、もしもですけど、釣りの中ではね、俺結構結果出してないですか。いやいやいや、でも今回たかし君は釣れないって聞いてるんで、今日たまたまだと思って。そうそう、いつも忖度してるんですよ、私も。忖度。どうなんだ。え、じゃあ次回大物釣ってくださいよ。そいつでしゃいましょう。忖度してるし、ね、今度大きいスープまた、いやぜひぜひまた取ってください。そうですか。何してました。今日ね、ちょっとおかしいんだって。いつも今日寝てないんだもん。でも10分ぐらいしかない。そうそう、いつも寝るのに今日寝てないから、あれからリズム、船のリズムが作った。全体のリズム、全体のリズム作った。最初バンバン強い。そうそうそう。すごいハイペースです。楽しくて、いや、ありがとうございました。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 今日はですね、イカをつけて、イカぶり、夜の釣りを、はい。いろいろなね、魚の釣りをやっていきたいんで、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもお願いします。以上でございます。